岸田総理大臣はフランスと南米のブラジル・パラグアイの訪問を終えて記者会見しグローバル・サウスと呼ばれる新興国、途上国との連携強化で成果が挙げられたと強調しましまた。グローバル・サウスとの関係、連携強化ということにおいてさまざまな成果が挙げられたと日本らしいきめ細かい協力を行っていきます。 世界一周の外遊で岸田総理が特に意識したのは中南米などのグローバルサウス諸国で影響力を強める中国の存在で岸田流の寄り添い型外交を通じ負けじと各国との連携強化を図りました岸田総理は会見で法の支配や人間の尊厳を前面に打ち出した外交を展開したことを強調し成果をアピールしました一方、会見では、 政治資金規正法の改正について聞かれ次のように述べました政治資金規正法については今国会中の改正に向けて全力を挙げていきます6日の帰国当日にも党の政治刷新本部のメンバーと面会をし改革の方向性これを確かなものにしていきたいと 自信を持つ外交で笑顔を多く見せた岸田総理ですが帰国後は政治資金規正法の改正など逆風の中での厳しい政権運営を迫られます。